は、くともです。今日は視聴者さん、視聴者さんからのリクエストにお答えして、アフィニティデザイナーの使い方をご紹介します。アフィニティデザイナーは買い切りのイラストアプリです。ちょっとね、お値段が高くて2700円しちゃいます。その時点でハードルが高いなと思う方もいると思うんですけど、お値段のね、分、もちろん機能が豊富にありましてね、こんな感じで本格的なデジタルイラストを楽しむことができて、プロの方も愛用しているようなアプリです。ただその分、とっつきづらくて、今まで私は避けてしまっていたんですけど、せっかくリクエストをいただいたので、今回は初心者でもチャレンジしやすい機能を中心に入門編としてお送りしますので、ぜひ動画を見ながらチャレンジしてみてください。では行ってみよう。それではアフィニティデザイナーを立ち上げます。まずは基本機能をチェックしていきましょう。ということでプラスボタンをタップします。新規ドキュメントを選びます。で、画面のサイズ設定できるんですけど、デフォルトだとこのデバイスの画面サイズに合うようなサイズに設定されています。で、こちらで単位を変更することができるのでピクセルにしました。で、寸法のところタップするとこんな感じで数字を指定することができるので、今回は 1920×1080 設定しました。で、 DPI については300に設定しました。こんな感じで OK をタップするとドキュメントが開きます。で、アフィニティデザイナー最大の特徴はこれですね。デザイナーって呼ばれてるモードとピクセルのモードがあって、このデザイナーのモードについてはベクターデータを扱うことができるモードです。例えばこんな感じでペンで適当な線を描くとちょっと見えづらいんですけどね、ノードツールでこんな感じで後からね、変更することができちゃいます。いくらでもね、形を変えられちゃうんですよね。ちょっと見えづらいので線の幅を太くして、はい、といった感じで、このね、後から線の幅を変えたりっていうこともできちゃうんですよね。で、点線に変更したりなどね、かなり自由自在に変えられますよね。いくらでも形が変えられて、で、拡大縮小もね、極限までできちゃうよっていうのがベクターデータの特徴ですね。で、もちろん色を変更することもできちゃいます。こんな感じでね、自由自在に後から変更できます。続いてピクセルモードをチェックしていきます。プラスボタンでピクセルレイヤーを追加します。で、ピクセルモードになっていることを確認したら、ペイントブラシツールを選びます。そうするとね、こんな感じでブラシの種類かなり豊富にあります。この豊富な種類のブラシから選べるのがこちらのモードの特徴ですね。で、このチャンネルでもよく紹介しているプロクリエイトとかと同じような感じで、普通に線を引いて絵を描くことができます。で、描いた線っていうのは画像データ的に扱われるので、変更することはできなくて、こんな感じでね、できるとしても拡大縮小ぐらいですね。で、拡大縮小についてもやりすぎちゃうと画像が滲んじゃったりとかってことがあります。それでは今回使う機能をチェックしていきましょう。まずはデザイナー、ベクターのモードからチェックしていきます。今回特に一番使うのがこちら、ペンツールです。これがですね、こんな感じで始まりと終わりのところを点と点でつないでいくことができます。ちょっとまたまた見づらいので太さを変えますね。で、色もちょっと変えようかな。はい、こんな感じでね、まっすぐな線をね、どんどん描いていくことができるんですけど、まっすぐだけではなくて、どうでしょう、こんな感じでね、カーブをつけたりってこともできます。これ最初は使いづらいと思うんですけど、イラストレーターのペンツールとか使い慣れてる人であればすぐ慣れちゃうと思います。で、続いて図形ツールをチェックしていきましょう。こんな感じでね、形はかなり豊富にあるんですけど、試しに長方形を置いてみると、はい、こんな感じで書くことができて、で、どこか1本の指でタップをすると正方形を描くこともできます。
で、続いてジェスチャーですね。2本指でタップをするとこんな感じで画面を戻すことができて、3本指でタップをすると画面を進めることができます。この辺もおなじみのジェスチャーが使えるってわけですね。で、矢印ツールで図形を選択して2本指でタップした状態で図形をずらすと、こんな感じで複製することもできちゃいます。これ便利ですよね。続いてピクセルモードに変更します。ピクセルモードで使う機能はペイントブラシツールです。こんな感じで塗りたい箇所を囲って、で、後から塗りつぶしツールで、はい、こんな感じで色を塗ることができるので、この機能をね、最終的に使って色を塗っていきます。それでは早速書いていきましょう。まずはね、プロクリエイトの方で下書きをあらかじめ書いておいたので、こちらを使います。アクションの中の共有 JPEG をチェックして、画像保存をタップします。続いて改めてアフィニティデザイナーを立ち上げて、プラスボタンをタップ、新規ドキュメントを選んで、今度はデフォルトの設定のままデバイスの画面のサイズと同じ状態で OK を押します。で、左上から画像配置をタップします。で、こんな感じで設定したい画像を選んだら、画面をタップすると、はい、こんな感じで配置されました。で、配置した画像については、レイヤーを選択して詳細ボタンをタップ、不透明度を下げて下書きとして使っていきます。続いてはベクターレイヤーを追加します。こちらに線画を描いていくんですが、先ほど紹介したペンツールを使っていきます。ペンツールについてはね、ちょっと癖があるので慣れるまで大変なんですけど、まず色を選んで線の太さを調整して、はい、こんな感じの線で描いていきます。で、まっすぐな線についてはこんな感じで簡単に引けるんですけど、この引っ張ってカーブを作るっていうのがね、なかなか慣れるまで難しいかもしれないです。たくさん使って慣れていきましょう。ということで、下書きの線に沿うようにカーブを描いていきます。で、ここで注意なのが、このまま描いていこうとすると、こんな感じでね、へんてこなところに線が描かれちゃうんですよ。なので、一旦2本指で画面を戻って、で、最後に描いた点のところからまた次に描いたい点を改めてタップし直して、こんな感じで描いていきましょう。スタートと終わりの地点を必ずチェックしてあげるのを忘れないようにしてください。で、全然違うところで描きたいときは、一旦矢印でこちらの選択している状態をオフにしてからまた描き直します。でね、描いてるときにこういう感じでちょっとずれちゃうことってあると思うんですけど、そういうときは矢印ツールでこんな感じで移動してあげてもいいですし、もしくはノードツールを使って線の位置をね、正しい位置に整えてあげたりっていうこともできます。後からいくらでも変えることができるので、いろいろやってみてください。描いた線がちょっとカクカクしちゃってたりとか、ちょっと修正したい箇所があった場合には、ノードツールを使ってこんな感じで角度の調整をしてあげましょう。後から修正ができるところがベクターデータの強みですね。こんな感じで引き続き線を仕上げていきます。で、ペンツールを使うとこんな感じでね、たくさんレイヤーができちゃいます。なので、こちら右にスライドさせて、複数のレイヤーを選んだ状態でグループにまとめてあげましょう。こうすることによってね、顔のパーツが一つのグループにまとまりました。なので、こちら名前を変えてあげてフェイスに設定します。
これでね、かなり分かりやすくなりましたね。で、このグループ化するときに1点注意点があるんですけど、もともと線が描かれているレイヤー同士でグループにしちゃうと、重ねたレイヤーの線が消えちゃうんですよね。例えばこんな感じで複数のレイヤーを選択して重ねると、はい、こんな感じでね、消えちゃいます。これを回避するためにやることとしては、プラスボタンでベクターレイヤーを追加します。で、この空っぽのレイヤーの中に、こちらのね、グループ化したいレイヤーを選択して、空っぽのレイヤーのところに入れてあげる。そうするとね、こんな感じでね、しっかりとすべての線がグループ化されて見える状態になるので、このやり方でグループ化してみてください。続いて図形ツールを使ってクマを描いていきます。まずは楕円ツールを選んで、こんな感じでクマの顔の形を描いていきます。塗りつぶしは不要なので消しちゃいましょう。で、形を調整して位置を移動させて、はい、こんな感じで OK です。そしたら耳についてはペンツールで描いていきます。で、続いてまた楕円ツールを使って、今度は目を描いていくんですけど、下、左下タップしながらやってあげると正円になるので、正円を描いていきます。で、今度は塗りつぶしを黒にします。左下を2本指でタップした状態で矢印ツールで移動、これで複製できます。こんな感じで図形ツールを使いこなせば、可愛いキャラクターを描くこともできちゃいます。体の部分はペンツールで仕上げていきます。はい、完成しました。続いてはテキストを挿入していきます。テキストボタンをタップして、挿入したい文字を打っていきます。そしたら文字を選択して、下のところでサイズを大きくしていきます。これ長押ししても大きくならなかったので連打してるんですけど、他にいい方法ないのかな。で、フォントを変えていきます。今回は柔らかい感じがいいので、この丸っぽい文字にしようかなと思います。で、位置を移動してあげて、ちょっと文字の大きさを調整して完了です。はい、線画が完成しましたので、ピクセルモードに移って色を塗っていきましょう。ペイントブラシツールでベーシックの中からラウンドブラシを選びます。こんな色で塗っていきます。で、レイヤーでこちらピクセルレイヤーを追加した状態で塗っていきましょう。こんな感じでね、塗りたい箇所を囲ってあげて、塗りつぶしツールで塗っていきます。で、塗るときに許容量のパーセンテージを動かすと、塗る範囲を調整することができます。ちょっとね、画像ちょっと動画だと分かりづらいんですけど、細かくこう塗る範囲を変えることができるので、綺麗に塗れてる状態になるように調整します。で、その他のところもね、同じように塗りたい箇所を囲って塗っていくようにします。
イラストが完成しました。いかがでしょうか。なかなかね可愛く描けたんじゃないでしょうか。こんな感じでアフィニティデザイナーでは2つのモードを使ってお絵かきを楽しむことができますので、よかったら皆さんも挑戦してみてください。また来週もお絵かきを楽しみましょう。以上、ぷくどもでした。バイバイ。